タート。フリースタイラーから技奪う。このためにフリースタイラーやってる。第1回リフティング宝拾い選手権。はい、セルフスペシャルパーク来ております。腹黒エロ仙人来ております。あだ名がひどすぎる。え、合ってるやろ。腹黒エロ仙人、やばいや。やばいやつやろ。やめてください。はい、りょうくん来てます。お願いします。タイトルコールにあった通り、リフティング宝拾い選手権やっていこうと思います。見ての通りマーカーが散らばっております。青が1点、黄色が2点、赤が5点。赤が5点で、リフティングしながら当てて拾って、これで今1点。ああ、でもこの赤を狙いにしてやってやって、もっとします。だから、このマーカーはこのゲームから死にます。え、落とした瞬間全部アウト。死にます。自分が持ってた点もなくなるし、あいつたちを再度拾うことはできません。リョウ君も含めて。だからこのゲームから6点分死にます。うわ、じゃあもう10個ぐらい拾ってて11個目落としたら、落としたら全部死ぬ。だからその瞬間、もしかしたらもう持ってる方はリフティングを制限時間落とさんだけで確かに。あ、確かに。制限時間2分でやっていきます。最終的に多く持ってた方の勝ちで、分けた方は貼り付け。きつい、痛いやつ。行きましょう。じゃあ周りね、あのサッカーの範囲内、これはもうファウルやからなしね。この軍リフティング、これはありですか。あ、その辺はあり。このでリフティングして軍、うわ、これはあり。強い強い。服引っ張るのとかはなし。服引っ張るのなし。サッカー OK です。あくまでサッカー。邪魔もありか。邪魔全然ありよ。だから相手が取ろうとしてる瞬間まで近く追って、かかんだ瞬間にグッあり。なるほど。よーい、スタート。ちょこれありの審議です。審議フリースタイラーから技奪う。何のために俺フリースタイル努力してきた。リフティング、ここの努力の差やろ。そら挟むのありなんすか、リフティング。え、なしな。それシュン君じゃ審判やから。なしでしょ。なんで俺からフリースタイル奪うの。こうやってだって俺はその努力ほら落としてるやろ。俺は落とさんだろうけど。リフティング宝拾いじゃなくて、なんか宝拾い。ネックキャッチもなし。なしです。ストールは全部なしです。分からへんか。インストールはなしです。なしな。俺このためにフリースタイルやってる。インストールいいですけど別に。この日のために努力してきたもん、フリースタイル。なしなんね。オッケー。続かなあかんのか。どこ使った。あ、まあそうですね。オッケー。これでこのストールなしってことやろ。それなしです。リフティングでってことです。オッケー。はい。オッケー。オッケー。今の勝ち目ないっす。あかんのね。あかんねってさっき言うといてよ。よーい、ストール。ストールちゃう。そうっす。お前がボケんなよ。よーい、ストール言うても。ボケてくんなって。すいません。よーい、スタート。OK、リフティングしたわ。リフティングしたわ。なんか来てる、なんか来てる。あ、そうか、別に関係ない。あ、落ちた。やばい。これ絞れ。1分30秒。タイムもあるぞ。あっ、よし。逃げよう。これ、筋トレっすね、これ。スクワットやん。1分、残り1分。うまいな。落とさすだけ。黄色は全部取った。これやばいぞ。残り20秒。終了。
浜際関係ないところでファールなしにしようか。やっといてないやけど、ゲーム性がなくなったな。だから、いや、浜際これの取り合いのここはありにしよう。俺何も関係なく潰しにだけ行ったよ。全然今引き分けなんで。引き分けなんや。もう一戦みたいな。もう一戦でだからなしね。やっといてなんですけど、取り際のサッカーでこれはさ、ファールじゃないけどさ、ボール関係ないところでこれはファールや。そうですね。ノーカウント、まあ、引き分けやし、ノーカウント。結局だって G1 っすもんね。G1。オッケー。無失点ぐらい言ってたっすけどね、僕。潰されたっすね。それはだって最後の方に潰したもん勝ちなんで。間違いないです。完全に作戦にやられてたよ。これ技術面言うけど、体力面もいるから。体力めちゃくちゃいる。一生これ集中しながらスクワットしてるもん。よし、隣に。はい、位置についてよーいスタート。30秒前。やばいやばい。あやばい、やばい。10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。よっしゃ。最後鬼ごっこみたいな。よっしゃ。なんか気についた赤色見当たれへんなと思ったんですけど。いきます。1点。2点。3点。4点。5点。あれ。6点、7点。8点、13点、18点。え、最初何色取った？最初、近くにあったやつ。むちゃくちゃアホや。あっちの赤を俺は捨てたんや。こっちの2個を取るために。そのために俺はずるして、こっちに2個ある、こっちの陣地取って、りょうくんをここに立たして、よし、まず赤に取ったら勝ちやと思っとったら、赤2個取り終えて、りょうくんの手元見たら赤取っとるやん。赤取った後逃げるだけよ。これ、そういうのもあるんですか？そういうのしかないねこのゲーム。これ、宝取るだけじゃない。違うよ、いかに赤よ。別にここ無理せんでよかったよな。この瞬間勝ちよ。逃げ取ってよかった。絵的にどうかなと思ったから2個だけ取っといて。普通にスタートで、近くになんか青あるわって言って、なんか達也さんの手元が赤いんですよ。あ、俺も赤や、忘れてたと思って見たらもう赤になったんです。貼り付けいきますか。これなんか貼り付けって結構きついですね。貼り付けたら HP いけよ。よし、当たるまでか救急やな。当たるまではやばいですか。9点差やから、9点差やから、9点差。当たるまでか救急。当たったらもう1球で終わってあげる。1球で終わってあげるわ。え、弾丸すか。どう思う。いくね。うわー、やばい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 。あと8球、あと8球。で、アジラで、すぐ終わる。左ふくらはぎ、シュッて打ったっすよ。
当たってないんや今のバー今のあとえあとあと7球7球逆に狙ってそのスピードその怖がらすとかじゃなくて殺す気じゃないですかもうゴールずれてるっすもんほんまに心臓にあれほんまに心臓にあれちょっとほんまに当てるほんまに当てる抑えなあかん逆にもう早く当ててくださいちょっと助走緩めろ当てるマジで当てるマジで当てるマジで当てる4球目ねこれ息止めとかなんですかいきますはいよくごめん取れてんかったわ。え？五角形ついてないですかここに。辻元亮チャンネルのチャンネル登録お願いします。ちょっと年末までに1万いかんとね。ほんまにもうえらいことになるんでね。何かは言えないけど。お願いします。お願いします。いた。